皆さんこんにちは。ミッションエドクリスチャンフェローシップの牧師関根和夫です。今日は10月28日日曜日、今日の聖書の箇所は歴代史第2の2章の11節から18節まで、タイトルは神に与えられたものはすべて神の働きに用いるべきですとなっています。歴代史第2、2章11節から18節。ツロの王フラムは文書を送ってソロモンに言った。主はご自身の民を愛しておられるので、あなたを彼らの上に立てて王とされました。さらにフラムは言った。天と地とをお作りになったイスラエルの神主は褒むべきかな。主はダビデ王に思慮と悟りとを備えた知恵ある子を授け、主のための宮と自分の王国のための宮殿とを建てさせられるのです。今私は祭地に恵まれた熟練工職人の長フラムを使わします。彼はダンの娘たちのうちの一人の女から生まれたものであり、彼の父はツロの人です。彼はあなたの熟練工とあなたの父私の主ダビデの熟練工とともに金銀青銅鉄石材木材の細工を心得、紫青白天布紅などの製造を心得、彼に委ねられたあらゆる種類の彫り物を刻み、彼の草案に任されたすべてのものを巧みに設計することのできる男です。今私の主が語られた小麦と大麦油とぶどう酒をそのしもべたちにお送りください。私たちの方ではオイリオーナだけレバノンから木材を切り、これをいかだに組んでカイロをヤホまであなたのもとにお届けします。そこからあなたがこれをエルサレムに運び上ってください。ソロモンは彼の父ダビデが行った人口調査の後、イスラエルの地にいる在留異国人全員の人数を調べたが、15万3600人いた。彼はその中から7万人を200人夫に、8万人を山で石を切り出す者に、3600人を民の労働を指揮する者にした。旧約聖書の歴代史第2、2章の11節から18節までが今日のタイトルになってるんですけれども、テーマになってるんですが、前のところで、学んだように、ソロモンはこのツラの王フラムという人のところに、メッセージを送るんですね。この人は、この王様フラムは、ダビデを手伝った、ダビデがまだ健在の時にさまざまな形で支援した人ですけれども、そのお父さんに対してよくしてくださったように私もお願いしますと言って、ソロモンは彼に、依頼をするわけですけれども、それに対する答えがこの場所に書かれています。ツラの王フラムは文書を送ってソロモンに言った。主はご自身の民を愛しておられるので、あなたを彼らの上に立てて王とされました。さらにフラムは言った。天と地とをお作りになったイスラエルの神主は褒むべきかな。主はダビデ王に思慮と悟りとを備えた知恵ある子を授け、主のための宮と自分の王国のための宮殿とを建てさせられるのです、という、文章ですね。こういう返事、一見何でもないように思われますけれども、でも実に重要なことを語ってるんですね。このフラムという王様は同じ信仰を持っている人ではないのです。もちろんダビデを支援したという、もちろん前の歴史はあるんですけれども、ソロモン、その息子のソロモンに向かってノーということができたんですね。いや、私嫌ですよということができたと思いますね。でも彼はむしろソロモンの背後といいますか、ソロモンがどういうふうに育ってきたのか、
ソロモンがどういう形で王となったのか、今どういう状況なのか、何を願っているのかということをちゃんと読んでいます。そして答えはイエスですね。で、このフラムという人の言葉、主はご自分の民を愛しておられるので、あなたを彼らの上に立てて王とされましたと。つまりあなたは神に愛されている人で、神が愛している民の王としてふさわしい方ですというふうに見ているわけですね。そしてまた、天と地とを作りになったイスラエルの神、主は褒むべきかな。主はダビデ王に思慮と悟りとを備えた知恵ある子を授け、主のための宮と自分の王国のための宮殿とを建てさせられるのだと。つまりソロモンの生活の中に間違いなく思慮と悟りとを備えた側面を持っているということを見るんです。つまりダビデがそうであったように、ソロモンの背後にも神がおられて、神の麗しさをあなたは身につけてますという、神が願った生き方をしている、あるいは神が願った生き方をできる方ですということを、この王様ツロの王フラムはある意味で見抜いてるんですね。で、これはとても大事なことだと思います。人間関係を構築していくという時に、この人が私に対して何をしようとしているのか、どういう気持ちで私のところに助けを求めに来たのか、ただただ私を利用しようとして近づいているのか、それとも誠意を持って謙遜に私に助けを求めているのか、そういうことってやっぱりある意味で探り合いますよね。でもこのソロモンとの関わりにおいて、フラムは、いや、あなた、このソロモンという人は間違いなく神によって愛され、あるいは神によって選ばれ、この人は間違いなく神から与えられた資料と悟りと備えている存在だというふうに感じさせる何かがある。私はね、これすごく大事なことだと思うんですよね。で、そこで彼は、今私は最地に恵まれた熟練工、職人の長フラムを使わしますとあって、職人の長だけではなくて、最後ちょっと進んでいくと、ご入り用のだけでレバノンから木材を切り、これをいかだに組んで、あなたのもとにお届けすると言って、木材もどうぞ使ってくださいということを言うわけですね。要するにソロモンのリクエストが OK サインが出たわけですね。どうぞどうぞ。で、なぜかといえば、私はあなたが神から愛され、神によって愛され、神によって選ばれ、そしてあなたが神から資料と悟りと与えられているということを分かったからですよと、こう言うんですね。この関係はね、実に麗しい関係だと思います。しかも同じ信仰を持っていない人たちとの関わりの中で、あなたは神に愛され、神に選ばれ、あなたの中には確かに神様がお与えくださった資料と悟りというのがありますね、謙遜さがありますね、愛がありますね、というふうに感じさせる何かを持っている。実は恵みとか、あるいは賜物という言葉がありますね。よく言われている、ね、キリスト教会の中ではよく使われる言葉です。恵み、カリスという言葉、賜物というのはカリスマと言いますが、で、こうカリスマという神の賜物というのは恵みというのを土台にしていて、この賜物が発揮されると神の恵みが分かる、神の恵みが見えるための賜物なんですね。私たちに与えられたのはね、あなたすごいねと言われるためではなくて、神様ってすごいねって言われるための賜物を神は私たちにお与えくださっている。ソロモンはそれを持っていました。だから、もっと別の言い方をすれば、このフラムは、あなたの生き方やあなたの言葉や態度の中に神が見えますよ、あなたの生き方の中に、あなたのリクエストの仕方の中に神様の麗しさが見えますよ、だから私はお手伝いしますというやり取りが成立した。私はこれはね、本当に素晴らしい出来事だなと思うんです。決してソロモンは何かを誇ったわけではないのです。そうではなくて、私は小さな礼拝捧げるだけの人間ですという言い方で、この王様にリクエストしてるんですけど、この王様はちゃんとその中でソロモンの思慮深さ、謙遜さ、あるいは悟り深さをちゃんと見て取って、あなたの中に神の恵みが見えますよという反応でリクエストに応えているんですね。そういうやり取りっていいですよね。
ソロモンのリクエストに応えたこのツロの王フラムという人は、ソロモンの中に神に選ばれた、そして神から与えられた思慮深さを持った王ソロモンを見抜いていました。そしてそれに対して心よくその神殿を建てるということに協力しようと申し出た、麗しい話だと言いました。しかしこの王様が見たのはソロモンの中にある神の恵み、神によって表明されている麗しさなのだと思います。よく言われる言葉ですけれど、多くの人は聖書は読まないけれども、でも生きた聖書を読むのだと、キリストを信じ神を信じているというあなたの生き様を通して神が何を語っているかをちゃんと見るのだと、もしかすれば神が語っている言葉を私たちの態度や言葉で否定してしまっていることがあるかもしれない。人々が私たちの中にイエス様の麗しさを見ることができるように、イエス様の思慮深さ、イエス様の謙遜さ、イエス様の愛の深さを私たちを通して見ることができたら、きっとこのソロモンとフラムの関係のような、そういうやり取りが成り立つんだろうなと思うのです。そんなことが起こりますように。一言祈りましょう。恵み深い天の父なる神様、どうぞ私たちの生き方、あるいは語り方、その態度、それら全てのことを通してあなたの恵みが表明されますように、あなたに愛されているということが表明されますように、イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。